はい、今日もよろしくお願いします。なんか無言で。緊張してるの。なんかさ、じゃあ喋るけどさ、秋ですよね。秋？この季節で秋なんかな。もうすでに立冬過ぎてますから、暦の上では冬ですけども。でもちょうど内地で言うといい感じの秋ですよね。秋ですね。涼しい感じになってきましたね。涼しい感じですよね。いいね。まあ冬も沖縄冬はない、あることはありますからね。ないってことはない。はい、大丈夫です。はい。はい、じゃあそろそろ本番に行きますね。はい。お願いします。輝き放て主の器として使わされるものよ、迷いの心時刻は10時になりました。お届けしている曲は「放て」。この曲は名古屋市の南風ミュージックミニストリーの提供です。おはようございます。おはようございます。クリスチャンのクリスチャンによるノンクリスチャンのための番組CM レボリューション。今日のパーソナリティのちーちゃんと林明信です。この番組CM レボリューションは聖書の御言葉によってあなたの人生のレボリューション改革をお手伝いする番組です。それでは30分間。どうぞお付き合いください。まず今日の2人の紹介をさせていただきます。林明信先生は那覇市港町にあるキリスト教会である那覇恵教会の牧師です。では自己紹介をお願いします。はい、林です。よろしくお願いします。先週ですね、はい、ちょっとダイビングに行ってまいりました。すごいね、ダイビング。まあ沖縄にせっかくいるのでということで、まあしばらく前に先々月かな、はい、ダイビングのライセンスを、はい、取りましてですね、はい、その後1回行きまして、うん、今回ライセンス取ってから、まあ2回目のダイビングということで、そうですね。北部の本部町のところにあります、まあ有名なダイビングスポットなんですけど、ゴリラチョップっていうのあるんですね。ゴリラチョップ、面白い名前。岩がね、ある海の方向から見ると、ゴリラがこうチョップしているように見えると、そんなことで、まあ通称ゴリチョとか言うんですけども、まあとてもまあそこはねそんなに深いところなくて10メーターぐらいまでしかなくて、で。熊の実とかね、いろんな海牛とかね、サンゴ礁とかね、いろいろあってですね、沖縄は本当に綺麗でいいなと。そうですね。ちょっとね、その日曇ってて風があってね、海の中は全然問題ないんだけど、出た時にすごい寒かったみたいなのがありましたけどね。でもまだまだ天気良ければ全然海もね行ける感じではあります。そんなことで沖縄を本当に感謝して喜んで楽しんでおります。林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私、林千鶴は、その林明信牧師の妻です。最近ね、ちょっと秋なもんですからね、寂しくなっちゃって、ゆみのとこ行っちゃおうかななんて思ったんですけど。北海道に？まだ結婚して25日しか経ってないですよね。なんか、早って感じで、邪魔って感じなんですよね。で、まあ、ゆみに電話してみたんですけど、お母さん室蘭の今日の最高気温3度っていうのを聞いて、もう速攻行くのをやめました。やっぱね、沖縄が最高ですよね。はい。暖かい。暖かい。はい。今週はこんな2人でお届けします。さて、今日のテーマは、祈りの力と題してお話をお聞きしたいと思います。RCM Revolution ASEAN Revolution. Every Wednesday 10 o'clock on hand. では早速林先生に話していただきましょう。はい、今日はですね、はい、祈りの力というテーマですね。まあ実はキリスト教の世界においてはですね、はい、特に本屋さんなんか行くとね、こう祈りの力とかね、祈りから生まれてくる力とかね、そういう本はいっぱいあるわけなんですけれども、はい、まあ祈りの力っていうことをテーマにしてシンプルにお話ししていきたいと思うんですけども、はい、まあ皆さんラジオをお聞きの皆さんね、お祈りをしておられるでしょうかっていうと、こう世の中誰でもですね、はい、もちろんクリスチャンの方もそうなんですけども、はい、いやもうお祈りしてますって本当にいろんなことをお祈りしてます、子どものことや先生のこともお祈りしてますっていう、いっぱいお祈りしてますってことをよく聞くし、はい、それからよくはがきの、はがきなんかいただくとですね、はがきの最後に、林さんの健康のためにお祈りしていますよくあるねと書いてくださるわけで、これは大変ありがたいことではあるんですけれども、実はですね、それはね、本当のお祈りではないんですね。というとどこが違うんでしょうかね。まあつまり、僕が小学校の時ね、まあ、クリスチャンでも何でもない、こう小学校の時に、こう僕今現在は結構体育系とかって思われるんですけども、実は全然運動できなくて、小学校の間なんかね、サッカーといえば走ってるだけ、ボール蹴ったことないですよ。あ、そう。はい、走ってる、ドッジボールと逃げてるだけ、ほとんどボール投げたことないという。あ、そう。笑うけどね、本当にそういうね、そうだったんだ、引っ込み思案なおとなしい子だったんですよ。ちょっとね、今でも内面的にはそういうものなんですけれどもね。そうかしら。そうかな。でその僕がやっぱ走るのも本当に苦手で、もう徒競走なんかでも本当に嫌で、ほんでやっぱり走る前に心の中で「神様、仏様、キリスト様、お釈迦様、どうかちゃんと早く走れるように」っていうふうに祈っていたってなるんだけども、でもこれはね、祈りじゃないんですよね。これはまあ日本語の一般的な祈りっていうものの中にカテゴライズされるんですけれども、でもこれやっぱり願っているんであって、念じているんでありますね。そうですね、願いですね。念じてるわけよね。念じてる。これに対してクリスチャンの人が祈ってますよ、お祈りしていますっていう時には、これは聖書が教えている本当のお祈りでお祈りしているということなんですね。非常に大事なポイントの違いがあるんですね。そうですね、そのことをちょっと今日お話ししていこうと思ってますけれども、それが今日の聖書の箇所に一つの大きな大事なポイントについて書いてあるんで、それをちょっと読んでもらいたいと思います。今日はヨハネの福音書の14章の14節っていうところをですね、読んでもらえますかね。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。はい、これは誰が喋ってるかっていうと言うまでもなく、イエス様が喋ってるわけですよね。でこれで、ここに「求めるなら」っていうこの「求める」っていうところが、これが祈りのことなんですね。願うならとかね、求めるならとか、祈るならとかいう意味にとっていいことなんですね。で「私がそれをしてあげます」って、どうしたらって書いてます?私の名によって私に求めるなら。そうそう。だからね、私の名によってっていうことが大事なんですよ。なるほど、ね。誰の名前？林地図の名前？いや違うよ。それは無理だわ。イエス様の名前です。そうなんですね。はい、なので、聖書が教えている本当の、私たちが念じている、願っているということじゃなくて、本当のお祈りに不可欠なことは、このイエス様のお名前によってお祈りしますっていう、イエス様のお名前によって祈るっていうことがものすごく大きな大事なポイントなんですね。そうですね。名前に意味があるんですかね。そうですね。名前にも意味があるんです。まあ名前といえばね、例えばこうなんか例えばわかるじゃないですか。例えばですね、ここ FM 那覇のすぐ隣にストレータっていう最近でっかいホテルが建ったんですけどもね、はいはい、僕そこの CEO の、 中村さんという人友達なんですね。おー、はい、すごい。なので例えばここの、FM 那覇のねステファニーさんが今度あそこのホテルに泊まりたいっていう話聞いた時に、はい、あ、そう泊まりたいんか、僕あそこの CEO の中村さん知ってるからね、もしじゃ言っとくから、ホテル行ったら、僕の名前出してもらったら分かるから、分かるようにしとくからっていう。そういうことあるよね。ありますあります。で、ステファニーさんがホテルに行って「林さんから聞いたんですけど」って僕の名前を出す「ああそうだ聞いてます聞いてます、じゃあもうちょっとサービスしましょうね」っていう話にこうなるっていう、そういう世の中でもね自分の名前を出してくれれば通じるっていうことがあります。それ以上のことがイエス様のお名前にはあるわけですね。はい、そうですね。まあね、ちょっと話しておくと、イエス・キリストっていうわけですよね。そう。で、イエス・キリスト。英語だとジーザス・クライストっていうわけですね。よく私たち日本語の人間にとってですね、はい、ジーザス・クライストっていうとジーザスが名前でクライストが名字というふうに考えがちですけども、はい、これ実は違うんですね。はい、イエス・ジーザス、イエス様、イエスっていうのは名前です。はい、でもキリストっていうのは名前じゃないんですね。救い主という意味なんです。だから名前はイエス様は救い主ですというそういう意味があるんですよ。なるほどね。だからものすごくねイエス様のお名前で祈るっていうのは本当に大きな意味があるんだなということで、だから世の中でも皆さんお祈りしてくださるのはありがたいし、それはやっぱり念じていると、自分で念じてね、あなたの自分の念じる力がどんだけあるかっていうそういうことではなくて、やっぱり私たちはイエス様の名前で祈るっていう時に大きな力がね、だってイエス様は救い主だから、あらゆる辛いことから悲しいことから救ってくださる救い主だから、その名前で祈るっていうのはね、本当に大きなね力になるので、ぜひ皆さんもね、祈っているって言うんだったらイエス様のお名前によってお祈りしますって祈って、これ一番最後で今日また確認しますけれどもね。で、このイエス様のお名前で祈る祈りがどんなに力を持っているかということを確認していくんですけども、まずですね、ラジオを聞きのすべての人に知っておいてほしいことはですね、その人の人生、ね、それは、ね、その人の祈りがどこにあるか、どういうことを祈っているか、これがねこう一つのバロメーターっていうか、祈り、その人の祈りっていうのは、その人の心を反映するんだと思うんですよね。そうですよね。祈りっていうのは人の心の中から出てくるわけですからね。そうですよね。だから私たちは自分の祈りをどこに置いとくか、どういうふうに祈っていくか、ということで実は私たちの人生における祝福、人生におけるその人の人となりっていうものが決まってくるわけですね。なので祈りが悪ければ人生も良いものになっていかない。で、逆に祈りが良ければ人生も良いものに高められていくということなんですよね。なるほど、そうなんですね。私たちはいいでしょうか。皆さんもお祈りしておられると思いますが、イエス様の名前で祈ってなければ、それは最後に言いますが、イエス様の名前でお祈りしますというのを祈ってほしいし、その祈りをどこに置くか、どういう祈りを持つかによって自分の人生、ね、人格が変わるっていうことをね、思っていただきたいと思います。つまりですね、いろんな祈りがあると思うんですよね。どんな人でもね、願いはあるわけですよね。そうですね。例えばね、悪く言うつもりはないんだけど、例えば水商売の人は大阪なんかでエベスさんのところに行ってね、そうですね。エベスさん、今日もお金持ちが鼻の下を伸ばしてお金の餃子持ってきますようにってこう祈るわけだし、ヤクザの親分はね、大体ヤクザといえばこう狐ですよね。お稲荷さんのところに行ってですね、お稲荷さん、今日も子分どもが怪我なくがっぷり稼いできますようにってね、がっぷり巻き上げてきますようにとか言ってこう祈るっていうのはあるんだけども、それやっぱりなんていうの、そうですよね、良い祈りとは言えないんじゃないかなと思うわけ。そうですよね。なんか自分の利益ばっかり祈るっていうか、自分さえ良ければいいっていう、それはね、まあ悪い祈り、卑しい祈りとも言えると思いますね。そうですよね。そうなので、まあ、祈りっていうところにおいて、癒しい祈りをセットするか、高貴な祈りをセットするか、恥ずべき祈りをセットするか、素晴らしい祈りをセットするか、それによって、まあ、人生の品質っていうのかな、値打ちっていうのかな、変わってくる。はい、なるほどね。なので皆さん、しっかり聞いておいてほしいと思うことは、今までね、自分の人生があんまり良くなかったなと思う人も何の心配もいりません。今後、今日私たちが喋っているように、本当のお祈りっていうものを、良い祈りを自分の心の内にもしあなたがセットするならば、変わっていくんです。そうですね。素晴らしい人生を築いていくことがこれからでもできます。いくらでも取り戻せるわけですね。そうですね。私もね、夫婦関係において自己中心の祈りからそれを変えて、相手を思いやって相手のためになるようにという祈りに変えた時にね、夫婦の関係が変わったんですよね。で、まあ素敵な夫婦っていうか、素敵な人生になりました。はい。まあそうね、まあちょっとついでに話すんだけどね、僕がやっぱりこの結婚した当時ね、まあちょっと夫婦関係のことじゃない自分自身のことなんですけれども、なんかね、やっぱせこい人間だったんですよね。そうです。つまりね、家に帰ってね、今日の晩ご飯な会社の経費で食べてきたんだぞとかね、今日のランチはな誰それにおごってもらったんだぞとか、そういうことを良しとする、そういうことを喜びとする、まあせこい人間だったんですよね。それに対してね、その時僕まだクリスチャンじゃなかったんだけども、先にクリスチャンになっていた妻はね、私にこう言ったわけですよ。あなたね、そんな人におごってもらって儲かったとかね、会社の経費で食べたから得したとかね、そういう人間じゃなくて、今日は誰それにおごってあげたとかね、そういうこう人になってほしいって言われても衝撃的でですね、それ以来ね、やっぱり特に自分より年下の人たちとか、そういうところにはやっぱり自分でこう身銭を切ってこうやっていくっていう、そういうこうセッティングに変えたんですよね。はいはい。それやっぱり本当に良かったかなと。やっぱり自分の得だけ、自分の利益ばっかり求めていくとすると、やっぱり人からもね疎まれたりしますからね。やっぱりそういうふうなことを、まあ妻から学んだっていうかね。はい。まあそのようにね、いいですか。自分の祈りをどこにセットするかによって、その人の人生はさらに豊かにもなるし、充実していくっていうこと。イエス様のお名前で何を願うか、何を祈るか、何を求めるか、それによって人生は本当に素晴らしいものになっていきますよね。そうですね。はい、そうです。最初に言ったようにですね、イエス様のお名前によって祈ってないのは、まあ祈るとは言うんだけど、それはもう本当私いつも祈ってますよっていうのは、それは念じているということになっちゃうので、やっぱりイエス様のお名前でお祈りしてほしいっていうことが本当にありますね。はい、これとっても大事。つまりね、私たちはもともと神様と私たちの関係っていうのは、人間は罪があるために関係がちょん切れてしまってるわけですね。ちょん切れてる。だからどんなに念じても、どんなに願っても、イエス様のお名前によらないならば、自分で念じてるだけで神様の方に届いていってないわけですよね。でもイエス様は救い主キリストとして十字架にかかって、私たちの悪いもの、私たちの罪を全部それをきれいにしてくださって、代わりに罰を受けてきれいにしてくださったので、イエス様によれば神様との関係が回復されてるわけですね。祈ることによって神様とお話ができるようになったわけですね。もう神様と会話なんて、もう信じられないほど素晴らしいことですよね。そうなんです。まあホットラインというかね、神様とのこう電話が通じたみたいなことなんですよね。そうですね。とにかく自分で願って自分の中で念じている、皆さんそれをなさっていると思いますが、そうじゃなくてイエス様のお名前でお祈りするならば、それを神様が聞いていてくださるということ、これは本当に素晴らしいことです。イエス様のお名前で祈るときに神様はちゃんと聞いていてくださるということ。イエス様のお名前っていうとこがポイントなんですね。ポイントです、これが今日の聖書の箇所にあった通りですね。私の名によって求めるならば私はそれをしましょうというふうにイエス様はおっしゃってるというところですね。あと実際にですね、聖書を読んでいくときに初代教会というか1世紀の最初の教会の頃の歴史を見ていくと、神様の素晴らしい祝福があるところに、その始まりの時に必ず祈りがあったということが記されているんですね。祈りがいつも状況を変えていくんです。祈りこそ状況を変え、祈りこそ人を変え、祈りこそ人生を素晴らしいものに変えていく。イエス様の祈り、イエス様のお名前での祈りっていうのは本当に素晴らしいんですよね。そうですよね。もう社交辞令のような単なる願いとか、そのなんていうかな、そういうもんじゃなくて、イエス様のお名前によって祈るその時に状況が、人の人生が変わるんですね。そうそう、だから、お祈りしてますよとか挨拶じゃないんですよ。そうですよね。本当に。そうね、私の先生なんかでもね、じゃあこのこと祈っててくださいねって分かった、じゃあ祈ってるよって言うんじゃなくて、じゃあ今祈ると言って祈ってくださる先生ってね、いいですよね。小畑先生ね、必ずその場で祈ってくださいましたね。本当に感謝ですね。祈り、イエス様の名前で祈るっていうのをいかに大切なのかということですね。はい、そうですね。なので結びとして申し上げたいことは、神様からの素晴らしい祝福を受けるこんな特権をね、用いない手はないわけですよ。そうです。いや私教会に行ってないからとかね、私クリスチャンじゃないからって関係ないですそれは。関係ない。私の名によって祈るなってなってるので、誰がって関係ないので。誰でも。そうだから最後にちょっと具体的にこうやって祈るよいいよっていう祈りの仕方を教えますけれども、このように聖書が教えているイエス様のお名前でお祈りする、そのように祈った人は。神様がそれを聞いてくださって、神様がその人の人生に関わってきてくださって、神様が力を与えてくださって、神様が状況を変えてくださって、そして人生を豊かに祝福してくださるんですね。それなのにね、イエス様のお名前で祈らないとしたら、本当にもったいないことですよね。そうですよね。こんなに素晴らしい祝福があるのに、もう祈らないと損ですよね。損です。じゃあ最後にね。私たち教会に連なっているものが聖書の教えに従ってどうやって祈っているかっていうのを簡単に教えますね。4つポイントがあります。1つ目はまず神様って呼びかけることですね。呼びかける。呼び方は天の父なる神様でも天のお父様でもね、父なる神様お父様として私たちのことを聞いてくださるので、まず1番目は神様って呼びかける。これによって自分が念じてるんじゃない、神様にお話ししてるということがクリアになりますから、神様と呼びかけることが1番目で、2番目は自分の願い事、自分のしてほしいこと、自分の思っていること、自分がありがたいなと思っていること、何でも神様にお話ししたらいいですね。何でもねお話しする、このご飯を感謝しますとかね、そういうことでね、神様と呼びかけていろいろお話をして、3つ目、これが一番大事なポイント、イエス様のお名前によってお祈りします。そうです。ということ。イエス様のお名前によってお祈りします。これ大事なんですよ。クリスチャンの人でもたまに飛ばす人がいる。これダメなんですね。それはダメ。これとっても大事です。これがポイントだもんね。ポイントだからね。はい。しつこいけど1番目神様と呼びかける、2番目いろんなことをお話しする、3番目イエス様のお名前によってお祈りします。4番目「アーメン」という「アーメン」というのは祈りの結びの言葉ですが、これは「アーメン」というのは皆さんね聞いたことない人はいないと思いますけどね、まあね、バカに「アーメンそうめん冷やそうめん」とかバカにするっていうのはありますからね、それやめてくださいね、そういうのね。アーメンというのは「真実です」という意味、その通りですという意味ですね。そうですね。まあ教会なんかだとね、何人かで一緒に心を合わせてお祈りする時があるわけですね。はい、ありますね。例えば4人でお祈り、4人で心を合わせて1人の人がお祈りするっていう時に他の3人はそれに心を合わせてるわけですね。 そして最後に祈ってる人がイエス様のお名前によってお祈りしますって言ったら、他の人も心を合わせてアーメンとなるわけですね。その時に神様は聞いてくださったっていう嬉しい気持ちがありますよね。ぜひラジオを聴きの皆さん、ただ念じているだけでなくて、イエス様のお名前でお祈りしてみてください。きっと素晴らしい祝福があります。はい、そうですね。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。クリスチャンのクリスチャンによるノンクリスチャンのための番組、CM レボリューション。今日は祈りの力というお話でした。どうもありがとうございました。クリスチャンのクリスチャンによるノンクリスチャンのための番組、CM レボリューション。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。林先生の話をもっと聞きたいと思った方は、港町の那覇めぐみ教会を覗いてみてください。那覇めぐみ教会では毎週日曜日の朝10時半から礼拝を行っています。また水曜日の午後2時半には祈り会があります。クリスチャンじゃない方歓迎です。初めての方大歓迎です。あなたの悩んでいること、困っていることをぜひ聞かせてください。私たちや教会メンバーがあなたの悩みや問題に耳を傾け、心からお祈りします。聖書が教えている本当の神様の偉大な力や、神様を信じて生きる素晴らしさをあなたにも体験してもらいたいと切に思っているからです。場所は那覇市港町 2-2-9 のカサデラブリー港町2階、エレベーターもありますのでお気軽においでください。お問い合わせは 050-3704-8133 050見直してはいささまでお気軽にお電話ください。聖書の御言葉によってあなたの人生のレボリューション、改革をお手伝いする番組、CM レボリューション。お別れの時間がやってまいりました。エンディングは命の御言葉。御言葉とはクリスチャン用語で、聖書に記されている神様の言葉のことです。この番組は日本同盟キリスト教団那覇めぐみ教会、あなたの人生の美しい滞在をお手伝いする株式会社ボーセジュール、ご家庭に美味しさと健康をお届けするわらびなマーサのキッチン、確かな技術で首、肩、腰、膝などを癒す浦添市前田の渡嘉敷接骨院の提供でお送りいたしました。今日のお相手はちーちゃんと林明信でした。はい、また来週水曜日の10時にお会いしましょう。ではヘブライ語で平和を意味する言葉、シャロームでお別れします。シャローム。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、今日は祈りの力ということでね、ぜひね、ただもちろんみんな願いを持っていることだし、祈りも持っているんですけれども、ただ自分の中で祈っている中で堂々巡りにならないように、神様って呼びかけてね、そしてイエス様の名前でお祈りします。はっきりね、イエス様の名前を使っていいっておっしゃってるので。そうなんですよ。クリスチャンじゃない方でもね、ちゃんとそうやって祈ってくだされば、神様はね、必ず聞いて聞き届けてくださると思うんですね。ぜひね、お祈りして素晴らしい人生にね、そうです。を味わっていただきたいと思います。そうですね。また来週お願いします。はい、失礼します。失礼します。